さて始まりましたアルスタ TV です。今回はゲストに来ていただきました。ありがとうございます。法人局三次法人アドバイザー山地拓司さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そしてお仕事内容を聞いてもいいですか。はい、株式会社川子、はいはい、会長さん。そうですね、はい、で今あの川子になってるんですけど、はい、その上にのりは日本の伝統美ですって書いてるでしょ、はい、でも以前は2年前は川子のり店だった。ああ、それをのり店を外して、はい、で川子にしたんだけど、はい、でやっぱり今このコロナでしょ、はい、まあ、そのタイミングに合わせてではないんだけども、はい、やっぱりこれからそののりだけではなかなかやっていけないというか、うん、はい、まあ、そういうことの中で、はい、そのもっと多角的にね、はい、いろんな事業をやっていきたいということでそののりを外したんです。あ、いつからですか。のりはねもう、うん、昭和16年、はい、父親が創業者でね。あ、2代目さんですか。そうです。で今息子が3代目でやってますので、うん、はい、じゃあ、いろいろやってきて。そう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 、苦労もありましたね、うん、それはよく言うんだけども、うん、まあ、父親がね社長でやってきたわけでしょ、うん、はい、小さい時からね、うん、お前は将来に乗り合えというような感じで、うん、その大きくなったわけですから、うん、もう勉強なんてほとんど やらなかった。将来どうせ乗り合えというような感じで、うんうん、だから、まあ大学もね、はい、出てですね、はい、で産地の方へ、まあ、地方子というかね、うん、見習いに行けということで行って、うんうん、そのまま帰ってきて、はい、その父親の、ね、会社に入って、うん、で33歳の時に、うん、もうそろそろ社長やと言われて、うん、もう言われるがままにやってきたと、はい、反抗期なんかなかったんですか。父親はね明治生まれでね、うん、反抗できなかったね。あ、うん、もうあの明治生まれの人は白いものでも黒や言うたら黒で通されるところがあるんでね、もう小さい時からそういう環境で育ったんで、うん、もう一緒に住んでたんですか。そうです。私もおじいちゃんとおばあちゃんと一緒に住んでましたから、わかります。だからそんな中で、うん、社長で何も知らないでしょ、うん、経営の勉強もしてないでしょ、うん、でよく私はいろんなところで、ね、話するのは、うん、その社長の、うん、は誰にでもなれると、はい、で経営者にはなれない、はあ、社長の子はもう息子やったら社長がなれるんです、うん、でしかし経営者にはなれない、うん、でそういうことを気づくのにね、まあ、いろんな勉強もしてきたし、はい、で気づくのも遅かった。あ、そうなんですね、うん、で社長と言われると大体ね、はい、耳障りがいいわけですよ。うん、で、ね、周りから社長、うん、社長言われたらね、うん、だん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 ね、天狗になっていくでしょ。いやいや、会社がですね大阪ですよね。大阪でこうみんな飽きないしてる人が多いじゃないですか。そう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 、場所はどこら辺でした。大阪、まあね、難波の近くだから、あ、まあ、一番にぎやかなね、うん、特にその商売人がたくさん集まってるね、うん、ところで、うん、でやってたんで、うん、で私どもはそのどちらかというと高級な海苔を扱ってたので、うん、はい、その当時は商売人というのはものすごく、まあ結構繁盛してたというか、はい、だから お客さんが来られるとね、はい、ちょっと食事でも行きましょうというと、はい、もうそのカウンターのね、あー、うん、お寿司屋さんに回ってない寿司屋さんね、あ、行ったことないそういうところがもう結構流行ってたわけです、うん、じゃあ
そういう得意先がほとんどだから、はい、まあ、結構まあ商売としてもね、うん、順調にいってた、はい、で、うん、先ほど言われたようにまあ、社長にはなれるけど経営者にはなれないっていうふうな、まあ、多分壁があったんだと思うんですけど、ね、いろんな壁があったと思うんですけど、うん、そこで倫理法人会に入って、はい、今法人アドバイザーになっていらっしゃいますけれど、倫理法人会に入っては何年なんですか？入って28年ぐらいかな。28年、はい、というのがやっぱり社長になったらね、いろんなお付き合いもせないかんというような中で、うんうん、青年会議所ね、はい、にも誘われてですね、はい、でやっぱりそういう見聞を広めないかんということでね、はい、入るでしょ、はい、行くと楽しいわけですよ、はい、もう私が青年会議所に入ったのは昭和54年、はい、日本経済が右肩上がりね、その当時は特に建築関係はもう一世を風靡してる、はい、そうですね、みんな、うん、ああ、そういうゼネコンの下請けしてるような、はい、まあ、建築、ね、うん、会社の息子連中が来てるわけですよ、はい、その連中はね、うん、まあ、北こちらでいう松山の一番繁華なところでね、はい、高級なクラブね、はい、あるでしょ、うん、飲食店が揃ってるでしょ、はい、ありますね、はい、そういうところへその連中は行って、うん、でゼネコンのその担当者と食事して、うん、で今言ったように軒並みその高級クラブを はしごして回ってるね、うん、そんな連中が周りに大勢いるでしょ、うん、だそんな連中と行ったらね楽しいなんですよ、うん、でもなんかそのなんかやるぞっていう人たちのやっぱ集まりでした。そうですね、うん、あれは40歳が、うん、卒業だから、ああそうですよね、まあ、入ってずっとね、うん、そんなバカみたいなことね、うん、やってられないから、やっぱり40近くなってくるとちょっと経営者としてのね、うん、勉強をしなきゃというふうに思って、まあいろいろ誘っていただいた商業会とかね、いろんな勉強会行くようになった、はいはい、でその中で、はい、ちょうど JC 卒業した時に、はい、日総研を立ち上げられた、はい、玉井さんと同じ年なので、はいはい、で玉井さんがそういう日総研をね、うん、立ち上げられるということで、うん、まあ私にも声かかってちょっと一緒にね、受講してくれへんかと、うん、そこからですよ、経営者とね、うん、しての勉強、あ、日総研っていうのもちょっと聞いてもいいですか、どんな感じの活動をしてるのか、うん、そうですね、うん、やっぱり玉井さん自身も、うん、方はやっぱり寿司屋さんをね、うん、経営なさってたんだけども、やっぱり職人さんがその長続きしない、まあ、そういうようなことで、うんうんうん、社員教育ということでね、非常に熱心に取り組んでおられて、うん、まあ、そういうことの中で、うん、まあ、研修会社をね、うん、立ち上げられて、まあ、そういう先ほど言ったようによく、まあ、存じてたので、うん、でその研修も受けてみたらという声をかけていただいて、うん、どうでした？よかったなと。よかったです。で実際に自分の会社で川子さんで活用できました、ね、いやそれまでには時間がかかりますよ。うん、すぐにね、うん、いいことをやったからじゃね、すぐにいいようにはならないですよ。で先ほど言ったようにね、うん、社長になってね、もう JC 行ってね、うん、ほいほいほい歩き回ってるわけでしょ、うん、だから社員さんのところとは全然見向きもしてないもんね、うんうん、それはいつから変わったんですか？やっぱりね、うん、ある時ね、はい、もう長年の、まあ、ベテラン、うん、番頭三角の人が話あります言うから、うん、だいたい話あります言うたらやめたいでしょ、はい、で、まあ、その人にはその喘息というね、うん、持病があって、はい、で、まあ、体調悪かったら、うん、良くなってからまた来てくれたらいいやないかというふうに言ってたんだけども、うん、どうしても辞めるというね、うん、意思が強かったから、うん、その了解したんですけども、はい、現実はもう明くる日から自分が担当してた得意先ずっと、はい、
回っていったんですよね。うん、でやっぱりそれだけのベテランですから、うん、その人を、ね、支援する得意先も、はい、必ずあるんで、はい、まあ、それだけで売り上げはもう確保できるし、はい、でまた先ほど言ったようにもね、はい、JC 入ってうろうろうろしてたら、はい、やっぱりね、うん、社長はろくなことしてへんとかねあることないこと全部言われるでしょ、はい、せっかく社長としてこれから勉強しようと思ってる時に、その出てくる現象は、うん、その逆じゃないですか、うん、俺は社長としての勉強してんねんと思ってるけども、出てくることはね、社長はあんなんですね、こんなんですね、得意先で言いふらしてるでしょ、うん、でそういうちょうど研修を受けてる最中にそういうことが起こった、うんうん、でものすごく葛藤しました、うん、俺はこれから一生懸命ね、うん、経営者としてやろうと思ってる時に出てくる現象は、うん、真逆でしょ、うんうんうん、どこで気持ちが切り替わりました？それはやっぱりね、仲間ですよ、うん、仲間、はい、うん、でそれはね、うん、研修を受けて、うん、一緒に卒業した連中と、うん、まあ、せっかく勉強したんだから、うん、また月にね、うん、2回ぐらい経営者としての勉強しようよと、はい、いうことで、うん、6、7人が月に2回集まってね、はい、でいろんなその本を読んだり、うん、またビデオを見たり、うん、で、年の初めにはね、うん、その1年の抱負っていうような感じでね、うん、話するでしょ、はい、でその中で、ね、一番驚いたのはね、うん、最初その勉強会行った時にね、山路さん、その辞めた番頭さんに感謝してるかって言われたんですよ。あ、この人何言うねと、うん、感謝、前におったらね、うん、ぐらぐら掴んでね、うん、ぶん殴ってやりたいと、うん、そんな、ね、人に対して、ね、感謝なんだよ、もうこれっぽし思ってない、うん、まあ、それはもうその時はそのように思ってたんですよ、うん、しかし、うん、やっぱり先ほど言ったよね、うん、年の年頭に、うん、やるでしょ、うん、今年はこういう思いでやります、うん、言った時に、うん、今までその川口でね、はい、働いてくれた人、うん、まず辞めていった人が、あ、しまったなと、うん、川口を辞めて損したなと、うん、であるいは今いる社員さんがね、ここにいれば自分の夢が叶えられるよなと、うん、そう思ってもらえるような経営をしていきたいと、そこからですよ、初めて。でその勉強会に行ってる仲間が倫理に入ってたの、うん、ああ、そうなんですね、うん、で、うん、ぜひね、僕もそういう参加したいかな、うん、ということで、うん、行き出した。あ、やっぱ誰に言われるかって大きいです。そうですね、その人が言ったからやっぱり倫理に入られた最初のきっかけ、まあ、その経営者としての勉強をしようという仲間だから、うん、やっぱりそういう信頼感もあるし、うん、まあ、自分としてももっともっと勉強していかなきゃいけないという思いがあったんでね、うん、そこからその倫理も入ったし、はい、で倫理もね、はい、まあ、大阪非常に元気なんだけども、はい、その当時は今27単会って、まあ、27箇所でやってるんですけども、はいはいはい、私が入った時は2カ所しかない。そうなんですね。で、1カ所に何人、何だったぐらい？1カ所に、ね、大阪とね、北大阪と言ったんだけど、うん、2つ合わせても200社足らない。そうなんですか。それが今27団体で。今年は3500社。すごい。そこまで変わってきた。やっぱそれはみんながこう学びたいっていう姿勢が。ね、増えたっていうか。そうですね、それとやっぱり続けてきたようがね、うん、続けてきて、まあ、その当時は、うん、その大阪は、うん、非常にその全国でもワーストワンの倫理法人会、うん、はい、あ、そうなんですね、でまだその時は全国全てにはなかったんですけども、うん、で現ね、今理事長が大阪を担当された時もあったんです、うん、僕が入会する少し前ぐらいまでされてて、はい、で大阪はもう煮ても焼いても食えんと。へえ、それが今や、
もうあの全国でもね、はい、トップを走るぐらいの勢いのある法人会に変わってきた、うんうん、すごいですね。それはもうやっぱり山路さんが、いや、あのちょうどね、うんうん、あの大阪で、まあ、倫理さんバカと言われるのが、ね、はい、いて、そのうちの一人なんだけど、はい、あの私の一つ前の、うん、会長で上野沖田っていうのと、はい、浜浦清輝のと私と、はい、まあ、3人が本当にもう、はい、あの仕事をしてるよりも普及に回ってる方が多い、はい、それぐらいの、うん、時期もありました。それはやっぱり実感したからでしょうね、倫理に、ま、あの出会ってっていうか学んでいって。そうですね、うん、仕事も楽しかったし倫理も楽しかった、うんうん、で倫理の仲間とやることも楽しいっていう、うん、家内からよく言われましたよ、はい、あの倫理やってても給料もらわれへんで、ね、それぐらい毎日日にしね、はい、3人でやってね、普及に回って、はい、私もね、あの時々あの子供が小さいんで、うん、春休みとか夏休みの間はちょっと朝で行けれるんで、あのだいたい、こちらは6時半から開始なんですよ、はいはい、あ大阪も一緒ですよ。あ、そうですか、はいはい、で、聞いたりするんですけれど、あの17か条でした、はい、うん、いい言葉がありますよね。でしょ、うん、であれも、はい、その日その日によってね、うん、感じ方が違ってくると思う。あ、うん、そうなんですね。書いてることは同じなんだけども、うん、やっぱり自分の受け取る気持ちが、うん、その人の状況によって変わってくるし、うん、夫婦は夫婦はいついの反射鏡だからよく言うんだけども、うん、夫婦のあり方っていうのは非常に難しい。ずっと一緒なんではないからね、うん、ちょっとしたことで腹立つでしょ、立つでしょ立つし、これぐらいやってくれたらええのに思うようなことあるでしょ、そう、価値観とかも違うじゃないですか。で、そこの我慢ができなくなるのがいけないのか、どういうかな、我慢というかやっぱり自分にも落ち度がある。そうですね、そこを考えたら、うん、まあ、これぐらいはいいかっていうことでね、受け入れるね、はい、うん、だって嫌いで結婚したんじゃないでしょ。そうなんですよ。好きで結婚したんでしょ。好きで結婚しました。だから 時はその時は好きなとこばっか見てるからね、うん、うん、なんでか腹立ってくるんですよね、うん、そんなもんですよ、うん、ちょっとしたことですよ、うん、だ そういうことはああやっぱりいかんいかんというような感じでね、うん、一呼吸を置いてね、その物事を受け入れるね、はい、うん、これは大事ですよ。これはね、うん、その夫婦だけではなしにね、うん、事業承継もそうなんですよ、はい、で、うん、私も先ほど言ったように、はい、もう息子に譲ったでしょ、はいはい、で30年間社長をやったわけでね、はいはい、だ30年間ずっとやってたら、うん、もう現場へ降りたら、うん、パパってこう、あ、気づきますよね。気づくでしょ、はい、何をやってんねとかね、うんうんうん、ああそういう時はどうするんですか。で最初はね、うん、それはすぐにね、今まで車掌やっててね、うん、今日から黙ってなさい、ね、できない、人間できない、うん、で、すぐぶっとね、口出るでしょ、うん、はい、社員さんがやってる仕事、うんうん、お前何でやってんねんとか、そんなことしたらあかんやないかとかね、ご、うんうん、せえとか、うん、で、社員さん言われたらその通りしますよ、うん、そうですよ ね、うん、息子である社長が来てね、うん、誰がそんなことせえ言ったらね、うん、もう一番困るのは現場の社員さんよ、うんうん、そうですよね。やっぱそういうことがね、ちょこちょこ出てきた、うんうん、で、今はどうしてるんですか。会社行かないもう行かない、見ない、見ない、不安じゃないです。でもえ不安じゃないですか。だからね、一番3年間ね、うん、一番気になるのは資金繰りですよ、やっぱり、うんうんうん、その無借金ならいいけどね、うんうん、そうじゃないわけでしょ、はい、ある程度資金繰りはね、はい、前もってやっていかないと、うんうんうん、回っていかないから、うん、でそれを3年間やって出ないようにしていった。ああ、なるほど、はい、うん、でおかげさまでこの倫理のお役いただいてたから、う
結構出ることが多かったので、ね、忙しく、回ってたんですね。それはありがたかったかっこいいですね。もう見ない。いや、それはもうやり方違いますもの。33の息子さんが今は何歳になったんです？いや、僕が33の時です。あ、そうですね。息子さんは何歳？息子はね、37ぐらいなんで、はい、今つい、今ついで何年ぐらいに？もう今49か、今年で。あ、もう10年。はい、10年。じゃあもう落ち着いて、はい、はい、もう会長職やられてるんですね。何も言わないですよ。下手に言うたらやり組みられるから。もう今度はやり組みられるようになったんですね。でもいいですね。まあ本当に見てるっていうかね。でちょうどこのコロナでしょ。はい、でまあ、その前ぐらいから言ってたかな、うん、その海の環境が、まあ、もう世界的にちょっとおかしくなってきてる、うんうん、で、まあ、こちらでもそうでしょうけども、はい、取れる魚がちょっと時期がずれたりね、うん、はいはい、そのもっと取れないいけないのに、うん、少ないとかね、うん、もう今年去年からサンマなんか異常に高いでしょ、うん、でそういうような環境になってきてて、うん、海苔だけじゃやっぱり先々難しいなと、それはやっぱり、うん、感じてたので、うん、まあ、当然息子も、うん、海苔だけではやっぱりね、うん、将来安定した仕事に、うん、としてね、やっていけない、はい、まあ、その中で、まあ、農業、はい、そういうものをやってみたい言うから、はい、その時はやったらいいやないかと、うん、結局ね、いろいろやってみて失敗するのも自分でしょ、はい、成功したらね、自分になるし、うん、でそういうようなことの中で、はい、私はいろいろ失敗 してきてますから。あ、そうなんですね、うん、それはやっぱりね、うん、失敗はやらないとわからない。じゃあもう農業やり始めてるんです。やり始めてる。あ、そうなんですね。だから今は道の駅へ下ろしてみたりね、でまた地場のスーパーで、うん、その納品をね、うん、始めたり。あ、何の、もうそれいろいろレタス。うん、はあ、あれもいろいろ種類があるんか。あ、そうなんですね。誉れ農園とかでやってますよ。あ、そうなんですね、うん。レタスっていいんですよ。よく食べると。食物繊維もあるんですけれど、よく寝れるんですね。ああ、そうですか、うん、だから割と品種が新しいというか、柔らかくて美味しい、うん、あで、何、煮物にもいけるし、うん、サラダでもいけるでしょ。はいはい、いけますよ。何でもね、できるんで結構ね、割と、うんうん、主婦なんで、私は豚肉に巻いたり、はいはい、レタスを、はい、してます。またお提供しますんでお願いします。今日本当ありがとうございました。来ていただいて、はい、また、まあ、愛媛に来た時は、はいはい、ぜひこちらに遊びに来てください。ありがとうございます。はい、急に、はい、アルファスタジオのところに来てもらって、はい、アルファテレビありがとうございます。ありがとうございます、はい、それではバイバーイ。